はい、こんにちは。今日はですね、シリーズインターネットポルノ中毒の第5弾という形でお話しさせていただくんですけれど、毎回のことなんですけど、このシリーズはですね、男性向けの動画なんですね。なので基本的に女性の方はこの動画を見ない方がいいっていう可能性が高いです。っていうのは、男性向けのインターネットポルノ中毒のその弊害とかですね、その脱却方法についてお話しする動画なので、女性の方がね、聞くと一部の方はちょっと不快に感じるワードとかも出てきますので、見ない方がいいと思うんですよ。ただし女性の方でも自分の彼氏とか自分の旦那さんがインターネットポルノ中毒になってる、インターネットポルノ中毒かもわからない、それが心配でその解決方法を知りたいとか、特別な事情がある方は女性の方でも見ていいと思うんですけれど、それ以外の一般の女性の方は見ないでください。なのでいいですか、今から話しますんで女性の方もう動画止めて他の動画の方に行ってください。じゃあ行きますよ。はい、じゃあ始めていきます。今日はですね、インスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問をいただいてます。私は37歳の会社員です。ずっと付き合っている彼女がいるのですが、最近エロ動画の見過ぎのせいか、彼女とのエッチの時全然興奮しなくなりました。アブグルなどの過激な無修正の動画をスマホやタブレットでほぼ毎日見ているせいか、彼女との普通のエッチでは物足りなく感じてしまっているのだと思います。こんな私ですが、どうするのが一番良いのですか。ポルノ立ちすれば治りますか。ポルノ立ちするいい方法とかあったらアドバイスいただきたいです、というご質問です。そうですね、この方37歳の男性なので、37歳だと、20歳前後の一番性欲が強かった時に比べれば、テストステロン、精巣から分泌される男性ホルモンで、性欲を司るホルモンなんですけど、性欲以外にもいろんな作用があるんですけど、それがですね、だんだん20歳ぐらいをピークに落ちてきて性欲も落ちてくるんですよね。それプラス、精巣での精子の産生能力も落ちてくるので、あんまり昔みたいにね、たくさん射精できなくなってくるんですよ。なので性欲も落ちるし、射精回数も落ちるので、若い頃、20歳前後のムラ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 しててね、もう無制限にやれるぐらいの、体力ももうないので、ただでさえ興奮度、性欲自体が落ちてるっていうのもあると思うんですよ。でこれが20歳前後で性欲が有り余ってる年齢だったら、エロ動画見ても興奮して、エロ動画でも自慰行為して、で彼女がいる人は彼女ともエッチしてって感じで、毎日のようにですね、エッチなことできると思うんですよ、性欲が有り余ってるからね。なので加齢とともにだんだんですね、そういう興奮もですね、落ちてくるんですよ。だけど毎日のように過激な無修正のエロ動画を見ているので、これはね、非常に危険ですね。37歳でインターネットポルノ依存になってるってなるとですね、大抵リアルなセックスでは興奮できなくなってるっていう可能性高いですね。ただこれ本当に個人差があるので、37歳でも20歳ぐらいの若い男とね、同じぐらい性欲があり余ってて毎日射精しても大丈夫とか、そういう人もいるんですよ。インターネットポルノ毎日見てても別に彼女とか奥さん、妻とエッチができるとかですね、そういう人もね、いるわけですよね。はい、本当に個人差があるわけなんですけれど、で、過激なエロ動画っていうのはですね、アブグルですよね。アブグルにしても、ポーンハブとかカリビアンコムっていうんですか、あんまり僕詳しくないんで知らないんですけど、クロスビデオっていうの、X ビデオっていうのかな、そういうエロ動画サイト、特に、アブグルなんかはね、あれなんですよ、無修正のね、過激な動画がですね、どんどん新しくね、アップされていくんですよ。多分違法アップロードとかが多いと思うんですけれど、無限大にエロ動画があるんですね。なのでそれ毎日見てれば、自分のね、好みの女の子がね、
検索すれば見つかっちゃうんですよ。まあ、その検索して探す時間と労力も僕すごい無駄だと思うんですよ。もったいないと思うんですよね、そんなことに時間使うの。だからもうポルノ立ちした方がいいっていうのもあるんですけれど、まあ、かわいい子もねいっぱいいるんですよ。まあ、例えばこの質問者さんがね、その好みの女の子が、まあ、小柄でロリ系で、まあ、黒髪のツインテールで色白で巨乳でパイパンの子が好きだってなると、まあ、そういうタイプの子を検索すればですね、まあ、いくつか出てくるんですよ。で最初はそういうね好みの女の子の普通のエロ動画見て興奮してても、まあ、だんだん年数見慣れてくると、もうモザイクが入ってると興奮しないと、無修正じゃないと興奮しない。で今度は無修正を検索してそういうのが出てきて興奮してて、でまたしばらくするとそれでも興奮しない。で今度は1対1じゃなくてね、その大勢の男とのプレーじゃないと興奮しないので、そういうシチュエーションのをまた検索して探してでなると、今度はそのローションで塗りたくられてないと興奮しないとか、でどん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 ですね、その人の趣味によって過激な方過激な方に行ってしまうんですよ。となると過激すぎる動画じゃないと興奮できなくなっちゃって、それが日常になっちゃうんです、その人にとっては。だってそういう動画を毎日のようにスマホやタブレットで見てるわけなので、その超過激な非日常的なエロ動画が日常になってしまうんですよ。でそんなのを毎日見てたら、まあ、リアルな彼女との普通のエッチの時に興奮しなくなるのって当たり前なんですよ、うん、っていうのはエロっていうのは非日常だからエロなんですよ。非日常だから興奮するんです。日常的なものでは見られないものが性行為の時に見られて、それを感じ取ることができて、その日常と非日常のギャップが大きければ大きいほど興奮するんですよ。いい興奮するね、気持ちいい性行為になると思うんですよ。なのにこの質問者さんは超過激な非日常の動画を毎日見てれば、それでね脳がね麻痺して、もうそれですらね興奮できなくなって、さらに過激な動画を検索して探すようにしてるのに、普通に彼女とエッチするときにですね興奮しなくなるのって僕普通だと思うんですよね。うん、そうなので、その普通ね日常って、まあ、例えば街に出れば、まあ、若い女性が歩いてますよね。街に出れば、ね、たくさんいますよね。でもその若い女性っていうのは基本的に服を着てて大事なところを隠してるわけですよ。でそういう女性を普段見るのが普通であって日常なんですよ。だって乳首出したりとかね、お尻の割れ目見せて歩いてる女性なんて一人もいないじゃないですか。みんな服着てて、で、まあ、せいぜいその生足とか服着た上のそのバストとかお尻のラインとかぐらいじゃないですか。仮にそういうの見てね性的興奮するのよくないんですけど、まあ、強いて言えばそれぐらいのものしか見れないわけですよ。はい、なので普段はそういうですね隠れてるものでしかその見れなくて、だと非日常なその性行為の時に彼女の裸を見てすごく興奮するんですよ。そのギャップが僕はねすごく大事なんですよね。はい、なので例えばね、そのアフリカのね原始的な生活をしている民族、まあ、そういう種族の人っているじゃないですか。そういう人ってね中にはそのバストをね丸出しでね生活している女性っているんですよね。なので多分そういう種族の中では男性は女性のバスト見てもそれ興奮しないと思うんですよ。なぜならそれが日常だから、うん、エロっていうのはやっぱり隠れてるからエロになるんです。それを隠さないで毎日見てたらもう脳が麻痺してしまって、それが性的興奮を覚えなくなってしまうんですね。なのでそのエロ動画っていうのはやっぱり完全に絶った方がいいです。まあ仮にねこの方37歳だけど、例えば20歳ぐらいの人がエロ動画あんま見ない方がいいですかって聞かれたら、僕はほどほどにしといた方がいいよと。で特に過激なの見ないで、まあ、どうしても見たいんだったら、まあ、単体女優 そのデビュー作ぐらいの、まあ、1対1の普通のその何ですか、普通の性行為に近いぐらいの性行為の AV を見るぐらいがいいんですよ。
複数とかね、過激なやつとかは見ない方がいいですよって僕は言いたいですね。なのでこの37歳の質問者さんはもうエロ動画、エロコンテンツは完全に断った方がいいと思います。完全にポルノ断ちした方がいいです。もうエロ本も見ない方がいいですね。まあ、強いて言えばもうヤングマガジンとかヤングジャンプのあの水着のグラビア、まあ、その辺がまあボーダーラインですね。で本当にポルノ断ちするんだったらそれを見ない方がいいですね。やっぱり水着で若くて可愛い女性のね肌が見えるとそれ見て興奮しちゃうので、もうそれすらもう見ないぐらいにすると彼女とのエッチの時にその日常とのねギャップが大きくなるのでより興奮すると思います。はい、なので、まあ、この方は37歳で、まあ、結構長期にわたってエロ動画を見続けているので、まあ、今完全にポルノ断ちしてもなかなか元の脳には戻らないと思うんですよ。まあ、初めてエロに出会った頃のようなねものすごい激しい興奮をするようなあの状態まではいかないんだけれど、今からでも、ポルノ断ちすればですね、まあ、1週間2週間経ってだんだん効果をね実感してくると思います。それが1ヶ月2ヶ月半年1年って続けばですね、まあ、かなりある程度ねある程度リセットできます。もう完全にはリセットできないんだけど、日常的に見てたものを見なくするだけでもですねかなりリセットできると思います。そうすると彼女とのエッチの時にねものすごく興奮するようになると思うんです。そうすると彼女のことをねすごく大事にすると思うんですよ。そのエッチがだけが目的で大事にするっていう考えはね良くないんだけれど、まあ、やっぱり結果的にそうなるってことが多いんですよね。そうするとねもう違った未来が見えてくるし彼女との仲もねもう今まで以上にすごく良くなっていいカップルになると思いますんで、ぜひポルノ断ちをね試していただきたいと思います。なのでもう今すぐスマホとかタブレットの、まあ、お気に入りブックマークに入ってるエロコンテンツサイト、アブグルとかねポンハブとかねもうすぐ消してもう二度と見ないぐらいに誓ってください。せっかく大事なね彼女がいるのでもういいじゃないですか。彼女がいるんだったらそんなエロコンテンツ見なくても、はい、ということで彼女のことを大事にしてあげてください。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。